ランチ屋、ランチ屋が2台来てるね。2台とも一気に行っとこう。ランチ屋ホイールからもういろいろカスタムされてローダウンしてるかな。イタリアのちょっとね走り屋だね、うん、おめちゃくちゃ車高低いの来たな。めちゃめちゃ低いの。あ向こう行っちゃうか。ランチ屋のデルタの HF インテグラーレだな。ランチ屋多いなこれ。イタリアの走り屋ね、ラリーマシンなのかな。元々はラリーマシンで、ちょっとやんちゃ構造が乗るみたいな、そういう感じなのかな。ランチ屋ね、タイヤミシュラン、ジョリークラブ、デルタ HF インテグラーレ。ランチ屋ね、マフラーもこれなんか変わってそうだな。マフラーも変わってそうだな。こんな感じか。これ窓開けてくれてて中取ってもいいってことだな。スピードメーター240まであるね。左ハンドル。イタリアのやんちゃ構造だよ。カスタムもいい具合に来てるね。ランチ屋のデルタでした。